好きな選手、憧れの選手って言ったら、ちょっと誰？高橋大輔選手。今日実はね、翔真君のために高橋選手からメッセージを預かってきました。見たいでしょ？よし、見よう。じゃあ翔真君、行くよ。翔真君こんにちは、高橋大輔です。翔真君のスケートはすごく見せるスケートで、僕はすごく好きなので、その見せるスケートを大事にこれからも頑張っていってください。できたら一緒に戦えたらいいと思うので、早く上手になって僕と戦いましょう。頑張ってください。ちょっと翔真君、選手から今メッセージもらったでしょ。じゃあ今度は翔真君から高橋選手に、なんかお礼の言葉なり、オリンピック頑張ってください、何でもいいから。ちょっとカメラに向かってみようかね。行こう。3219、オリンピック頑張ってください。いいね。もう今の気持ちはね、言葉伝わってますよ。